はい、どうも皆さん、こんにちは。ベサスです。というわけで、第五人格やっていきたいと思います。俺、あんまりね、第五人格やったことないって言ったら、まあ、なんだろう、やったことないんですけど、一回友達と結構やってたのよ、リリース当初とか。で、その後、もう一回、やろうと思って、一回消しちゃったんですよ。もうやんないかなと思ったら。そしたら、まあ、やろうってことになって、やり始めたんですよ。そしたらね、データが全部消えちゃってて、もうこれは純粋に僕の管理能力の低さが招いちゃってしまった結果なんですけども。まあ、それで、また一からやっております。データが消えちゃったっていう風な感じのお知らせです。なんか前一度動画を更新したと思うんですけど、その時は、あんまりやってなかった時期というか、友達ともそんなやり込んでなかった時期だったので、まあ、そこまで、なんだろう、進まってはない状態ではあったんですけどね、実は。なんで、今こういうふうに、初回からやってるっていうのも、なかなか、ないよっていう感じですね。まあ、簡単に言えば、やらかしましたっていう話です。で、まあ今、結構僕、サバイバーとしてが多いんですけど、今、多分数調整かなんかで、ハンター側に回ってしまって、こんな状況ですね。で、まあこれ、まだ、最初の方なので、夫が結構多いと思うんですよ。なんで、多分これは今戦ってるのはボットかなって感じですね。うん。対人戦でこんな弱いわけがない。みんなが。っていうのが俺の、考えです。こんなトントンでいくわけないもんね、普通。あと一人。リセン。でもまあ第五人格は一時期結構流行りましたし、まあ今でも流行ってんのかな。一時期って言い方おかしいか。まあ今でも結構やられてる方多いですし。でまあ基本的にそのパソコン版が やってるけどね、デッドバイデイライトが。これ、あ、いたいたいた。まあ、まだそのハンターがどういう役割かとか、なんだろう。どの生存者とかどういうのっていうのは、まあ、若干ぐらいしか分かってない。ので、ちょっと、まあ、こうやりつつ、みんなの力も借りつつ、やっていこうかなと思っております。OK。次、生存者がやりたいね。結局というか、動画にするのであれば、サバイバーとハンター両方とも一回ずつやりたいなっていうのが僕の感じなので、次はサバイバーでやります。まだね、そんなボットとかが多いと思うので、結構楽勝な試合が多いと思うんですけど、まあ、やっていきますね。というわけで完全勝利です。はい、続いてはサバイバー側ですね。やっていきたいと思います。まあ、今回使ってるこれ、なんだっけ名前忘れてたんだけど、ベコシか。やっていきたいと思います。と、まあなんでこれにしたかっていうと、最初に設定する画面があるじゃないですか。その時に出てきたからっていうね。あ、ここじゃなかった。見間違えた。あっちか。だった。っていう、ちょっとどうでもいい理由だったんですけど。よしょ。俺まだスマホがね、ちょっと2端末、iPhone X と iPhone 6S でやってると、
ちょっとばらつきがあるんですよね、どうしても。よし、OK。俺、これ毎回やるとき緊張するんだよな。バスンってなったら、相方さんにも迷惑かかるから。ここで倒されたら一番やばいやつだよね。OK。 今回は多分日本人の方も多いのかな、ユーザー名見る限り。おい、バカ。今のは飛んだプレーでしたよ。自分のことだけを考えて俺を見殺しにしようとしてたぞ今。あの人やべえな。でもなんかこれハンターに近づきすぎて回避するみたいな感じもできるらしいですからね。なんか上級者さんたちのプレイ動画をちょっと、まあなんか動画をやるにあたってチェックした方がいいのかなと思って拝見させていただいたんですけど、結構いろんなテクニックがあるようで、ちょっとそれも見て吸収できていったらなと思ってます。さあまず1個突破。おっと、目の前にいたか。あそこで1人やってんな。これ基本走ってて大丈夫なんだっけ。大丈夫だったな。まあ走んないとみたいな感じはあるらしいけど。単語解読進歩率が 200%。 これはもう気にしなくていいって言ってたら結局は変わんないっていう話を聞きました。ただのその状況だからっていう。やばくない？その間にそうだね。俺はちょっとここで隠れておこうかな。若干四角になるように。 OK。 あ、来た。 OK、 逃げよう。結構楽にいったね今回も。まあまだレート帯が低いっていうのがあんのかな。僕もこれアカウント作り直したばっかなんで、それが一番あると思います。さあこれは続けるといいのかな。というわけで完全勝利しました。みたいな感じでね、ちょこちょこ、これまた、このゲーム、ちょこちょこやっていこうかなと思っております。その時はまた皆さんよろしくお願いします。じゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。